じゃあここまででマリリンとの2人のステージは終わりですね。今からね、この次の曲でね。で次の曲から山ちゃんが入りますけど、じゃあじゃあ、歌を読みつれ、NSP。
泣いちゃって、最後までお客さんがちゃんとコンサートで聞けたことがないという曲でした。まあ、何回かはあるかもしれないけど、ないということになっちゃって、すごい思い入れのある曲なんですよね、あの曲ね。